こんにちは、アートドアファミリーです。はい、ということで今日はですね、倉庫の整理&断捨離したいと思いまーす。ということで我が家レンタルの、ね、倉庫を借りています。で結構散らかってきちゃったんだよねなのでここをこれから整理していきたいと思います。それではスタート。今の倉庫の中はこんな感じです。入っていきます。まずここにね、段ボールとタイヤ、こっち側にもパソコンの、ね、箱とかがありますね。パソコンの箱いっぱいあんなやばいよね、数がやばいよね、いっぱいあんな。そうで、こんな感じで中はコストコのラックで、荷物を整理してるんですけど、こんな感じでいろいろあります。こっちに行くと布団類とかがあったりとか、めっちゃかめっちゃかやばいんですよ。でこんな感じですね。やばいよこの荷物は。どう整理していきましょうか。こんな感じです。やりましょうやりましょう。よいしょよいしょ。まずどうしよう、まずどうする、どうする。なんか結構みっちり入ってないところ結構あるよね。あるんだよね。この辺とかだって、全然スペースあるよね。これなんかほら、ゆかちゃんがゆかちゃんがハッピーバースデーした時のやつ、パパつけてみる。似合う似合うよし、じゃあこの辺から整理していきますか。行きましょう、はい、こういうことやってると終わんなくなっちゃうからね。そうなんだよ終わんなくなっちゃうからね、こういうことね。始まっちゃう、こういうことがね、はい、はい、あ、この間買ったパコレーターがここにございます。はい、はい、こちらですね。まだ使ってないペトロマックスのパコレーター。パコ入りだね。パコマックス。まずさ、うん、いらなそうなものはさ、うん、出しちゃおうよ。いらなものそのものは出しちゃった方がいいと思うよ俺。なんでしょうやって、またじゃあ俺さ、外で出す係しよっか。あ、本当？俺なんかわかんないからさ、とりあえず、うん、これノートとかこういうの、うん、いったままだから、うん、出そう。ここ俺やるよ、ね、これマフラーが、ユータのマフラーと俺のマフラー、ここ大体パパのあれだよね。そう、この辺がね、この辺が俺のこのパソコンの箱があったりとか、うん、あとここ工具があったりとかなんだよね、うん、これもういらないかな、これ昔のルアー。あー、なるほどね。もうやばい状態。あ、これ絵面見せらんないね、これね。あ、見せられない。絵面見せらんないかもしれない。どこで買ったか覚えてない。どこで買ったか覚えてない。覚えてない。うん、ハワイ。ハワイで買ったの。うん、ハワイで買ったの。ハワイで買ったの。ハワイなんてだって20代の前半の頃行ったんだよ。そう、ラルフローレ。あ、そう。そう、いらないもんも結構あったりするんだろうな。結構あるよね。すごい量だ。なんかごちょごちょだよね、ほら。いっぱいになっちゃってる。なんか家にフリとかある？わかんない、どうなんだろう。わかんないよな。どっから手つけていいんだ？全然わかんねえや。よいしょ。よいしょ。こんなのトリックのやつじゃねえかよ。はい。はい。これ？これ空っぽなんだよ。未開封のごとく。未開封のごとく。こういうのあるよね。なんだこれ、いっぱいいろんなのあるんだこれ。北海道いつのやつ。これあのジムにいじり始めた時、これ。ジムにいじり始めた時これ使ってたやつ、これ使おうかな今。こんなことやってると進まねえんだよ。ゆかり、ほら、あ、ハンバーガーもいろいろあるじゃん。兄さんの青ジム買った時にカスタムする時に この辺汚れるかなと思って買ったやつ、ワークマン。いいじゃない、これ。ねえ、半袖が長袖になる。わあ、だんだんと散らかってきましたよ。だんだん、あ、すごいね。ねえ、わかんなくなってきたよね。わかんなくなってきたよね、ママさんね。あら、ラララ、ああ、またタオル出てきたぞ。これはもしかして、
あれだ、夫婦キャンプで使われていたチャムスのあれだ、乾杯的な、乾杯的な感じのピーポー。え、これユニフレームだよ。なんか100均のかと思ったらユニフレームの選択ある。ほんとだ、持ってたんだ。そんな、何を、こんなユニフレームのトング持ってたんだ。持ってたよ。嘘、買ったあるもん。嘘、ここから出たの。覚えてないと思うよ。絶対覚えてないでしょ。すごいいい加減。よくわかんないとこから出てきた。あったんだな、そんなの。はい、まあまあ、どうかな。あれどこやったっけかな。ペン立て、ちょっと待ってよ。ペン立て、ペン立て、ペン立てあんの。これあるよ。マジで。だからさっきあったさ、あれがなくなっちゃってな、神隠しにあっちった。神隠しじゃない、自分が見てない。これぐらいのやつ。嘘だよ。本当に本当に本当に。これじゃないの。これじゃなくてもっと大きいの。ゆうたくんも奥で頑張ってます。久々にこういうの頑張ってます。え、なんかあまりこういうのって何していいか分かんない。分かんない。そうだよな、片付けって本当そうだよ。分かんない、何から手つけていいか分かんない。分かんないよ。いや、自分で整理してよ、どこに入れたか分かるよ。いらないものだけゴミ捨てて。ゆうたの顔。何？自分で整理してるな。ゆうたの顔。ゆうた、困った。そんな感じですよね、ゆうたちゃんね。そうなんです。これいらないから処分です。ああ、それいらないから処分だね。そう、しばらく使ってないから。使ってないね。ああ、加湿器ね。加湿器。今までありがとう。ありがとう。あ、気づくなのね。うわ、結構。結構すごくなってきましたね。ね、これ紙コップとかさ、これ。うんうん。ねえ、うん、ミフレも同じ。カチューシャやっちゃったんじゃん。ずいぶんハッピーね。うん、俺片付けてここ作ったスペース、これ。すごいじゃん。うん。ここなんか入れられるよ、また。いいね。うん、でね。めちゃめちゃでかい。これキャップ持ってくんだから、うち。すごいよね。でかすぎてさ。逃げられちゃいそうです。スピードが遅いから。ゆうたくんもここで頑張ってます。ゆうた頑張れ。あ、どうもありがとうございます。こんなの全然入ってないじゃん。なんで？うわ、パパのものだよ、これ多分。あ、俺のもの？ほら。あ、そうだよ。俺のソロキャン用のやつ。ね。うん。3年に1回しか行かないけど。3年に1回。これなんか買って1回も使ってないでしょ。ペタッコだよ、だって。物すら入ってないじゃん。あ、フライパン見して。それ、ペトロボックスのフライパン。あ、ペトロのフライパン。うわー、いいな、使いて、ペトロのフライパン。あ、これロケットストーブでこれやろうよ。ねえ、ペトロペトロで。絶対いいよね。いいじゃん。チョコがいっぱい出てきますね。チョコシ好きなんだね、ママね。これ絶対買ってんのママだよ、これチョコシ。ママしかいないよ。チョコシいっぱいあるね。ちょっととりあえず。結構チョコシ好きなんだね、ママね。よいしょ、ここ。とりあえず、動かして。これなんかのやつで使ってんだろうね、これね。そこにキャリー入れる言った。そう、ここにね、キャリーを入れようかなと思って。キャリーバッグ。お、3つ入ったぞ。ちょうど3つ。あ、ちょうど3つ入ったじゃん。入ったじゃん。オッケーオッケー。いいじゃん。これだけできる。する？だいぶ片付いてきたの？うん。いいぞいいぞ。もうかった。あ、もうかった。もうかった。もうか、上だ。アートドアファミリーの横断幕あります、ここに。横断幕。ああ。もうコロナでファンミーティングできないから、うん、ずっと眠ってますですね。完了でーす。ということでちょっとは片付けましたね。この辺とかパパが自分のもの整理したりとかしてたので、ここ結構空いたじゃん。うん、空いたでしょ、そこ ね、うん、で布団も結構かさばってるんですけど、こんな感じで OK です。で、いらないものとかの、ね、断捨離もできたので良かったかなって思います。ただなんかこの辺まだぐちゃぐちゃと置いてあるから、ここら辺とか、あとあの段ボールの中とか綺麗にしたいなって感じですね。まあだけど全体的にいいんじゃないですか。テントの量がすごいよね。すごいね。もう飛び出ちゃってるもんね。で、上には誕生ボックス。
はこんな感じです。いらないものとか全部海に持って帰ります。はい、ということで今回はキャンプ道具を保管してある倉庫の断捨離&整理をしました。もう少しね、手を加えないといけないかなっていうところはあるんですけど、まあ大体綺麗になったんではないでしょうか。それでは本日も動画ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。